こんにちは、マリーです。今回は大きなグラデーション窓のあるアーバンモダンのお部屋を作ります。浮かせ技を使わずに設置数100以内で作っていますので、ハウジング初心者の方でもアパや個室にこのままのお部屋を作れます。それではご覧ください。まずは下準備です。最初に床の内装をセラミックフローリングにします。この床には見やすいマス目があるので、制作の時のガイドとしておすすめです。そして天井照明はアーモロードシャンデリアに変更します。またいつもの目印エリクサーボトルは中央のラインに置きました。それでは作っていきます。ピーコックブルーに染めたステージパネルをお部屋の奥から 4.2 マス分のところにこのように置きます。同じようにもう1枚並べます。次にスートブラックに染めたステージパネルを今置いたパネルにつなげて2枚ずつ置きます。2枚目のステージパネルは入り口側から5マス目の場所に置いてください。反対側も同じように置きましょう。次にウッドスラットパーティションを縦向きに2つ置きます。そしてここにイミテーションウッドルーフウィンドウを貼り付けます。家具が貼り付けられるオレンジ色の状態で一番下の高さで貼りましょう。反対側も同じように貼り付けます。そしてウッドスラットの方を持ってステージパネルよりも後ろの位置に移動させます。エリクサーが真ん中のラインなので、このラインでウッドルーフが重なるように置きます。横から見るとウッドルーフの木材部分で V 字ができる感じですね。次にクリスタルハンギングオーナメントをステージパネルに貼り付けていきます。貼り付ける位置はウッドルーフからちょうど見えなくなる高さのところです。同じ位置にもう一つ重ねて貼り付けます。両側にも同じように2つずつ貼っていきます。見えない場所なので位置は厳密でなくても大丈夫です。これがグラデーション窓のベースです。次にウッドルーフウィンドウ2つを今度は天井として使います。貼り付ける高さはアパ個室の場合は
右から一つ目の針に接するくらいがちょうど良いです。居住区によって針の太さが違いますが、後で隠すのでここでは気にしなくて大丈夫です。晴れましたね。次にダウンライトウッドロフトを反対側の天井に貼り付けていきます。先ほど目印にした右から一つ目の天井の針が隠せる高さで貼り付けます。2枚目も同じ高さに貼ります。続いてウッドスラットパーティション2つを縦向きに置きます。置いたらこのパーティションを掴んでステージパネルの方に持っていき、パネルから少しはみ出る位置に置きます。2つ目は一つ目と左のパネルの真ん中くらいに置きます。次にグリーンパーティションを窓の両サイドに置いていきます。斜めにしてから置くと平面で置くよりも立体感が出るのでおすすめです。次はベッド側の床を作ります。まずウッドスラットパーティションを縦向きに置きます。ここにウッドビーム3本を順番に貼り付けます。1本目の高さはウッドルーフの下と並ぶくらい、2本目は1本目の真ん中より少し下に貼り付けます。この時2本目はできるだけウッドスラット側に寄せて貼りましょう。3本目も同様に2本目の真ん中より少し下に貼ります。ウッドビームがこの形になったら、3本目にウッドルーフウィンドウを貼り付けます。こんな感じになります。この状態で1本目のビームを動かすとウッドルーフも動かすことができるので、そのまま下げていって床から少しウッドルーフが出る高さに調節します。高さがあったら今度はウッドスラットを動かして幅も調節します。中央よりも壁側に少し寄せるくらいがちょうど良いポジションです。次にウッドブラインドカーテン2つをステージパネルに貼り付けます。カーテンの上の木の部分が隠れるくらいの位置がちょうど良いです。綺麗に貼れていますね。続いてダブルフェザーベッドを取り出します。そしてプランターシェルフパーティションを下の台だけが見えるように設置します。
負けたらベッドを台に寄せます。ベッドの端の出っ張りが台の中に隠れるくらいまで寄せてください。次に不机をベッドに重ねます。足元に重ねるとベッドライナーのように見えるので高級感が出ますね。続いてプランターシェルフパーティションを2つの棒がベッド側に来るように置きます。飛び出ていたウッドビームもこれで隠すことができます。このシェルフは片側には植物がついていますが、後ろには何もついていないので、ここにアイビーカーテンを付け足していきます。茶色の木の部分が見えないような位置に貼り付けましょう。貼れましたね。ここからは完成時の明るさに近い状態にするため、照明を少し落とします。照明を3から1にするとグラデーションがよく見えるようになりました。それではベッドエリアの仕上げに入ります。ラノシアンデスクをベッドの足元に斜めに設置します。そしてデスクの穴の部分にドラセナの鉢植えを設置します。ベッドサイドの小物はお好みですが、今回は目覚まし時計とクッションを置いてみました。これでベッドエリアは完成です。続いてリビングエリアを作ります。まずはユールムアディバンを2つ置きます。そしてシュラウドデスクを2つのソファーの間の位置に設置します。デスクの真ん中の丸みのある部分だけを見せるように置きましょう。デスクを置いたら2つのソファーの位置も調整します。ソファーは全て出さず、少し壁に埋まるくらいがちょうどいいです。次にソファーの背もたれ部分を作っていきます。このファイターズチェストは見慣れない家具かもしれませんが、マケボでお安く手に入る卓上家具です。黒とグレーに染めたファイターズチェストを裏返して蓋の部分だけが見えるように設置します。こちら側も同じように作ります。この背もたれは色の組み合わせで印象が変わるので、ぜひお好きな色でも試してみてください。次はデスク上を飾ります。このサラダボウルを使うのですが、最初はこのようにお料理が入っています。合わせたいのはマンドラゴラランプです。
ランプを入れるのにサラダが邪魔なので、すべて食べてしまいましょう。おしゃ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 。ふう。食べ終えたら、ボールの位置を調整して、中にマンドラゴラランプを入れます。双葉が手前側を向くように置くと可愛いです。こちらのデスク上も、あとはお好みですが、今回はゴキデキとコーヒーを置きました。他にも、メガネや書類など、現代的な生活感の出る家具もおすすめです。続いて、壁の装飾を作ります。ダンスポール2本をシュラードデスクの両側に設置します。壁に少し埋めるようにすると綺麗に見えると思います。こんな感じですね。そしてポールの間に G1 の魚拓を2つ貼り付けます。魚拓は絵と同じように後から中身を入れ替えられるので、ぜひお好きなお魚で個性を出してください。ここで次の壁制作に進む前に、先にカウンターを設置しておきます。横のパネルにつなげるように置きます。このカウンターの高さを目安にカップボードを貼り付けていきます。カウンターの一番上のラインに合わせて貼り付けましょう。同じ高さであと2つ貼ります。一つ目に貼ったボードには重ねないように詰めて貼っていきます。次はカーテンを貼り付けます。背もたれよりも外側のソファーと同じくらいのラインで貼り付けるとバランスが良くなります。真ん中にはコロポックルの時計を貼り付けます。次はドレッサーを作っていきます。スチールロックを使うのですが、ちょっと横に置いて、まずはカルトニエを設置します。そして、イミテーションスモールウィンドウをカルトニエの上に貼り付けます。ここにスチールロッカーを薄く重ねて設置します。カルトニエとロッカーは横幅が同じくらいなので、幅を合わせて設置しましょう。窓の上にはニームウォールランタンを貼り付けます。カルトニエの上にはバーバーツールズを縦向きに置きます。次に仕切りとしてプリズンパーティションを設置します。
んな感じですね。入り口側を作る前に窓側を完成させるため、アンティークウォールシェルフを壁に貼って、その上に水槽と植物を置きます。花瓶とお花の組み合わせにしても可愛いです。設置できたらシェルフを掴んで窓の方まで持っていって、窓の一番右のエリアでシェルフが下に隠れるところに貼り付けます。いい感じになりました。ここからは入り口エリアを作ります。ランダムウッドインナーウォールに貼り替えたラノシアフリーパーティションを縦横1枚ずつ設置します。入り口横はパーティションが紫色になってしまうので、手前に動かしてオレンジになったところで置きます。そしてバックバーを壁に重ねます。この時フリーパーティションはカウンターのオレンジの部分を隠すように置きたいので、パーティションからバックバーが見えるように位置を調節します。次にオールドテーブルセットを置きます。4人掛けですが、半分は壁に埋めて2人用のテーブルとして使います。次に倉庫からペンダントウォールライトを取り出して卵の下に貼り付けます。ここは紫色になってしまうので位置を決めたら、サブメニューの配置するで貼り付けましょう。後の飾りはお好みですが、テーブルにはお料理を、照明の下にはコーヒーセットを、カウンター部分にはお皿を置いてみました。これでこのエリアは完成です。次は入り口を作ります。ブックシェルフシークレットパーティションを裏返してドアの前に設置します。次にステージパネルをドアの手前に一度置きます。ここにペンダントウォールライトを貼り付けます。貼り付けたらパネルをドアにぴったりつけるように置ける限界の位置に動かします。じわじわ、ここだ。次にマホガニーパーティションドアを重ねて設置します。これも置ける限界の位置を探っておきます。ドアの周りがはみ出てしまったので、ブックシェルフを手前に出します。続いてドア横の壁を作ります。ステージパネルを斜めにして
ドアのブックシェルフに接するように置きます。ブラインドがついているパネルとは間が空いてしまうので、パネルを動かして隙間を埋めましょう。次にウッドルーフウィンドウを斜めのパネルに貼り付けます。隣のウッドルーフと高さが合うように貼り付けましょう。ここの下にはハーフパーティションを置きます。斜めにしてパネルと角度を合わせます。置けたら間の部分にクルーザーウィンドウを倉庫から貼り付けます。さらにその上にサンクレットの肖像画を重ねます。両側の飾りがきれいに出る位置を探しましょう。そしてこの裏には光源としてショーケースを仕込みます。台座に載せる機能をオフにしてから前からは見えない位置に置きましょう。それでは各所の仕上げに入ります。この台の中にはプランターパーティションを仕込みます。リテイナーベルはベッド側に。台が重なってちらつく部分にはシンプルバスケット。オーケストリオンは窓と色味が合うように裏返しておきます。入り口にはシークレットブックシェルフの扉を常に開いた状態にするため、ララフェルの NPC を見えない位置に仕込みます。カウンターの上にはダウンライトウッドロフトを1枚追加します。ここは紫色になってしまうので、倉庫から取り出してサブメニューから設置します。最後に床に C プラグを追加します。回転させてシープの手足が見えないように調節して設置します。床の内装をランダムとモノクロームフローリングに変えて、照明を落とします。グラデーション窓のアーバンモダンルームが完成しました。それでは完成版のお部屋をご覧ください。いかがでしたでしょうか。グラデーション窓は可愛いお部屋バージョンのご紹介予定ですので、次回もどうぞお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。